Hello. This is Hiroshaya and Makote Japan. Humans history.Where are humans going to? 人間の歴史。人間はどこへ向かっているのかもう一度人間の歴史を紐解いてみたいと思います。Makote さんがこんな絵を送ってくださいました。これが大きなヒントとなりました。 ゾラスター教すなわちザラスストラからミトラが生まれます。これがミトラですね。そして全、えー、1世紀にはペルシア全域を支配といいますか勢力を伸ばします。左にいるのがこれがエンリルですね。アヌ王の長男ということになります。そして右にいるのが姿はありませんけども、 エンキということになりますねジナンですねでこのミトラ教の神殿の中でエンリルとエンキを祀っているというのは大変なってますか意味深いことだと思いますエンリルとエンキもともとは兄弟だったんですねでこれがエンリルです日本の不動明王にがそれですそして右がエンキです人間に知恵を授けた とということですね、そしてエンリルとエンキは人間を改造するかどうかいわゆる、まあ、遺伝子操作によってですね改造するかどうかで対立しますエンリルは猛烈に反対しそれを反対を押し切ってエンキは人間を改造しますその時手を組んだのがトールファイトだと考えられますそして現在の人間が誕生しましたでその時に彼らの神 まあ、私はこれがザラストラだと思いますけども2、えー、つに分かれます一方はモーゼになり一方はゼウスになりますミケランジョルの彫ったモーゼとギリシャ彫刻のゼウスは同じ顔をしていますでシュメールの時代にはアノーがいてそしてエンリルがいてエンキがいるという構図になっていますこれらの神々は日本で えー、縄文時代に日本に住んでいました。そしてその間からイナ,イナンナ、すなわちアマテラスがエナさんで生まれます。そしてこのエナイナンナが今度は次のバビロニアの時代には、えーバビロ、いわゆる頂点に立ちます。エンリルはここに来て、そしてエンキはイ、e、エですね、ここに来ます。となると、イナンナ、いわゆるイスタールですね、の力を、まあ、 無視するわけにはいきません。が,まあ、が、二つに神が分かれたわけですね。モーゼとゼウス。そして、ゼウス側についたミトラはですね、やがてミトラは、えー、ゼウス、いわゆるギリシャ彫刻、ギリシャ側につくわけですね。それに対抗して、イナンナ、すなわちイシュタールがヘリオスを焚、えー、き込んでといいますか、連れてきて、キリスト教を立ち上げます。で、キリストは30歳までは、 全く所在不明ですそして、えー、キリスト教はですねミトラの教義内容をそっくりそのままコピーしてキリスト教とするわけです詳しくはこの続くビデオの中で紹介いたしますが、えー、まさにコピー教であったわけですそしてその知恵を与えた延期はですね、えー キリスト教会側ではルシファーという位置づけられ悪魔となります。そして一方、えー、いわゆる、まあ、なんて言いますか、ギリシャ彫刻側ではプロメテウスとなり、まあ、人間に血を授けた英雄として扱われるわけです。同じ、えー、まあ、神なんですけども、えー、評価が、ま 二つにてますすすか。真っ向から対立するわけですね、まあ。どちらが正しいとか正しくないとかという結論は少し待ってくださいね。そして、えー、エンディルの流れを組む、えー、Church in Roma、すなわちロンチのカトリック、そして、えー、フリーメイソンリーというふうに分かれていきます。 で、それに対してですね、まあ、あの、ミトラ教と新智学の中でこういうふうに、これも後であのもうくあの続くビデオの中で詳しく説明しますけども、えー、キリスト教にしてみれば、ミトラ教はまさに目の上の炭鉱だったんですね。ですから徹底的に弾圧します。この絵はですね、真ん中にいるのはアナヒータです。そして、これがミトラです。ミトラは12月25日に誕生しています。 で、今度はカトリックといわゆるフリーメイソンの関係ですけども、えー、ルネサンスというのはまさに宗教づくめの暗黒の時代でした。そういう中、ミケランジョロや、それからダヴィンチ、共にアンチ・クライストとして戦うわけですね。それはまさに壮絶な戦いだったと思いますよ。命がけということでしょうか。が、ダヴィンチもミケランジョロもその事実を知っていました。つまり、 えー、マドンナ・マリアですね。は、すなわちマグダラのマリアだということを知っていました。そのことは、この上の、えー、岩屈の聖母子、それから下の最後の晩餐の、えー、マリアと、それから、あのー、マグダラのマリアを比較すれば簡単に分かることです。上が岩屈の聖母子、下聖母のマリアですね。下がマグダラのマリアだと言われていますが、ほぼ確定しつつあります。 この両者は全く同じなのです。ということは、ダヴィンチはですね、この絵を通して、これら3枚の絵を通して、マグダラのマリアイコールマドンナ、すなわちマリア、すなわちマリ、すなわちイシュタールサすなわちイナンナであることを証明したわけであります。そのことは詳しく私の今までのビデオの中で述べてきましたので、興味のある方はそちらをご覧ください。 マリがマリアンだったんですねヘ。ヘブライ語で。で、マリは、まあ、ローマ時代には、まあ、魔女というふうに位置づけられていました。そして、マリアはマリンブルーのー色の衣服を着ています。すなわち、マグダラのマリアと、えー、聖母マリアは同じ人物であるということを言ってるわけですね。同じように、ミケランジョロも、えー、マグダラのマリアとマドンナは同一女性であることを、えー、表現しています。 これは、えー、聖母子ですね。右の方はピエタ像です。この二人の女性をあー比べてみてください。全く同じ女性だということがわかります。左の方はあのイエスの子供を抱いてますから、これは聖,聖母マリアということになりますね。マドンナ。右の方は同じ顔で、年を全くとっていません。もしもこの時マリアが生きていたとしたら、五十数歳になっているはずですね。五十歳近くなっているんでしょうか。 しかし顔はまさに乙女のそのままなんですね。これに対してキリスト教側ではマリアは年を取らなかったというふうにして教えています。まあ取るも取らないもない。マリアは、 まあ、イシュタール・イナンナですから、取るわけがないんですね。そして、ローマに国境化されるまでは、イシュタール教として扱われていました。そのイシュタール教がイシュタール、イシュタールがイースターにローマ時代に変名され,されて、現在のイースターという、まあ、キリスト教においては最大の祭りとなって残っているわけです。まあ、この両者を比べてみても分かりますように、すなわちダビッチも、それからミケランジョロも、 ま、マリアイコールマグダラのマリアということを見抜いていました。そしてそれを自分たちの作品の中で表現したわけであります。まさにこれは命がけだったんですね。それをおっぴらに言えば、アンチクライストとして当時、いくらダビンチでもマリアでも命はなかったものと思われます。こうして重苦しい時代が続きます。 ローマンカトリックによる数十万人という大虐殺事件も起きますそういう中モーツァルトは魔キを表現しそしてベートーベンは大工を表現して痛烈にカトリックローマンカトリックを批判しますそしてこの両者の緊張感緊張が頂点に達した時にフランス革命が起きます そして、アメリカが独立したとき、フリメイソンリーたちはアメリカ政府に自由の像を送ります。さて、プロメテウスですね。プロメテウス、なあち、えー、は私たちに、まあ、なんて言いますか、人間を改造し、知恵を与えてくれた。しかし、それは同時に火を与えたことになるんですね。上が延期です。で、 チャーチン・ローマの方では彼をルシファーと位置づけ、そしてフリーメイソンの方ではプロメテウスと位置づけます。そして現在、核兵器のことをプロメテウスの日と呼んでいます。どちらが正しいか正しくないのか、それはわかりません。核兵器を持ってしまった私たちがやがて にンジンリードゴロカ、ゼンセーブツオ、ホえボスコトサすカンガラディマス、デスカラ、ドシャガタダシーカタダシカナイカトゥゴトア、コレカラノ、ニンゲンガ、ミズカラ、キメティビデオ、をどうかご覧ください Thank you very much for watching, and b y e h e l l o this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. January twenty fourth, 2014 Where did humans come from? And where do humans go to? This is a story about it for today in Japanese: 人間はどこから来たのかどこへ行くのか誰が人間を去るから人間に変えたのかギリシャ神話によれば それはプロメテウスということになっていますまあ、ウィキペディアの説明によればですね先見の目を持つ熟慮するものというのがプロメテウスの意味なんですけどもこのゼウスの反対を意識って天界の火を人間に与えたのがプロメテウスということになりますパンドラの箱パンドーラって言いますけどもその話も こののプロメテウスに関して生まれたものです人間は火を使うことによって大きな役割を果たしているけれどもしかし一つ間違えばそれは人類を滅亡へと導くという意味なんですね。だから皆さんはこれについてただの神話であるとあるいは私がそういうことに対してねこういうふうに言うことに対して林は頭おかしいんじゃないかと思うかもしれません。しかしか この考えは私の考考ええはは私でありません。すでにある人たちにとってはそれは常識となっていましたこの映画の制作者はそれを知っていたと思われます「プロメテウス」という映画なんですね要するにプロメテウスが人間にですね 火の使い方を教えたあるいはそれにまあなんて言いますかそうしたものを使う知恵を与えてしまったそしていつか人間はですね神々あるいはエイリアンを知っていたわけですこのままではいつか人間は原子力あるいは核兵器を手にするだろうってしかしそれはある意味で猿がピストルを持つようなものなんですねそこで プロメテスはですね、私たちはあなたたちを見てますよという意味で I a providence 設理の目というのを用意したわけでありますずっと監視していますよという意味なんですねでそれがまたフリーメーソンのシンボルマークにもなっているわけです I a providence すなわち設、えー、理の目 神の目っていうことになるわけですけども、ここで言う神というのは、まあ、これはあのキリスト教側が書いた絵でありますけども、ジーザス・クライスの上に、アイ p プロ v i ラ e n があります。しかし、こんなことはありえません。というのもですね、もう一度神のケ図と言いますか、流れを見てください。アフラマザーです。太陽の神です。神の中の神ですね。で、それから、ゾラスター教。 ザウス,ストラが生まれまれしたそしてミトトトラララ教へととと進んででいいくわけすすねザウウススのこをも言いますそしてイエス・キリストがいわゆるキリスト教がこの間から生まれたわけでありますそしてミトラ教の神,神々の世界あるいはゾロアスター教の神々の世界を表したのがギリシャ神話の世界ということになりますところがですねキリスト教というのはですねミトラ教の完璧なコピーなんですねこの部分にそれが書いてあります すなわち、まあ、ミトラは誕生日は12月25日であるとか12人の弟子がいたとか、えー、ミトラはですね奇跡を行ったとかということが書いてあるわけですで天,天へ登ったり降りたりしていたで、えー、ミトラは万能であったとかそしてミトラは神の日を定めたあるいは洗礼も洗礼を始めたのもやはりミトラですねミトラ教ですそこで ミトラ教とキリストト教教をもう一度比べていますミトラ教は3人の先生樹脂の予言により羊飼いが見守る中で生まれたわけですね。福音書の記述と全く同じですね。で、馬屋である。女で共に少女で生まれている。それから奇跡もやってますね。しゃをめがありす病気を治すももクシを治す歩けないものは歩けるようにする。これも共通してますね。 で、春分、ミトラの勝利日がーイースターになったわけですね。そしてミトラは天上に帰る日に、天に帰る日にオリンポスで仕組みを上げます。初見前日に最後の晩餐をする。晩餐というのは非常に重要な意味だった。もう思っていたわけですね、ミトラ教では。で、パントワイン。で、洞窟や地下。キリスト教も原始、キリスト教の部は地下で儀式を行ってたんですよ。それから信者に水をした。これバプタイズですね。同じです。 でミトラ控えであり道である私は復活するという言葉を残したいキリスト教も同じですそして最終戦争の時にミトラは白馬に乗って現れるとこれもヨハネの目次録と同じですでメシアというのはミトラ自身を言うわけですで安息日は日曜日旧約聖書では土曜日だったんですけども後に日曜日になりましたで神父を父と呼ぶそしてアフラマズダ創造主いわゆる神の神は誰かというと アフラマザーなんですねところが、キリスト教の父は分かってないんです。誰もイエス・キリストの父を知りません。なぜならば彼は父を持っていませんでした。で、これがですね、あのまあ、ミトラ教と、まあ、ゾラスター教をですね、キリスト教が悪魔と位置づける理由でもあるわけです。あまりにも似てるわけですね。ところが、まあ、ご存知のように、キリスト教はその後に生まれてますからね。 でもすでにミトラ教はですね、あのゾラスタ教は10世紀元10世紀頃からもうでに始まり、紀元1世紀にはもう、えー、ペルシア一体を、勢力を持っておりました。で、それを真似して、まあ、真似どう真似したかはコピーしたかは今皆さんにお見せしましたけども、キリスト教が生まれるわけですね。そこであまりにも似ているものですから、えーキ、イエス・キリストにあたる 救済者すなわちミシアメシアはミトラ教そのものだったということなんですよね。メシアというのは。で、このウェブサイトが言うには、あまりにも謹慎像ということもあるが、近親像近かったためにですね、むしろキリスト教はですね、ミトラ教を悪魔と位置づけ、悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教だとまで逆にね、主張するようになってしまったということなんです。まあ、それともかくとしまして、 えー、その精神いわゆる、えー、アフラマズダーからゾラスターそれからミトラそれからギリシャ神話の精神というのは実はフリーメイソンが受け継ぐわけですねそれゆえにフリーメイソンというのはキリスト教に拒否されるわけです排斥されるわけですキリスト教とフリーメイソンの関係についてもウィキペディは説明しています、えー、クリスチャンの宗派はメイソンに対し公姿勢で信者たちに会員になることを禁止したり反対したりしてきたと でカトリック教会によるメイ,ンメイソン批判がなされてきた。これはもうずっとそうなんですね。フリーメイソンには入るな、あいつらは悪魔だっていう考え方を教え、教えをしてきたわけですね。しかし、なぜそのカトリックロー、キリスト教が、まあ、あのフリーメイソンをたたかという理由はもう先に述べました。そして、特にフリーメイソンに入会する者は必然的に波紋になると明白に歌っていると。 また、教会法によれば、メイソン的と思われる書籍が禁止されています。まあ、このようになぜ、まあ、あのキリスト教側がフリーメイソン側に攻撃しているかということがわかるわけですが、これで分かっていただけると思います。さあ、この目が誰の目であるかもう皆さんお分かりですね。これはキリストの目ではありません。キリストが言う神の目でもありません。これはプロメテウスの目ですと。 あの赤月さんはそのように教えてくださいました。先見の目を表すのは。な、まあち、プロメっていうのは前を見るというんです。メテウスは予言、まあ、知るという意味ですね。ですから、前もって知る。それを、まあ、端的に表したのが、まあ、映画、プロメテウスであったわけです。これは私の考えというよりもです、ね、でにそれを知っていた人がいて、そしてこうした映画を作ったということなんですね。が、しかし私はです、ね、ここで何もキリスト教が間違っているとか、ミトラ教が正しいとか、そんなことを言っているつもりはありません。 大切なことはですね、私たちがこうした事実を知り、そして一緒に平和に暮らすことだということなんですね。それはモーツァルトの魔的の中で説明いたしました。私たちはこれ以上国家同士、あるいは宗教で、宗教間でですね、戦争すべきじゃない、そして彼らが言う、神々が言う、あるいはエイリアが言う、ファイアをですね、今すぐアバンダンス、まあ、放棄しなければなりません。それが唯一人間が生き残る道だと私は考えます。 しかしこのことはこのことも私の考えではありませんすでに50年前に知っていた人がいましたそれがこの映画です